なるほど。実に興味深い話だ。温厚で知られる水の精霊が明確な敵意を持って人を襲うとは。しかし抗戦せず撤退したのは賢明な判断だ。貴様らの武器ではアンデッドは倒せても精霊には無力。戦いを挑んだところで勝機はない。それにしてもシャーマンに刺激されている状態でならいざ知らず精霊は人間を襲うとは。やはりモンスターたちの間で何かが起きていると考えるしかない。さすがにそれはわからない。天変地異の前触れか、はたまた巨大な力を持つ上位モンスターの魔力に呼応しているのか。そうだな、古竜、ヴァンパイア、リッチ、そして悪魔。少なくともそれに見合う力を有するモンスターだ。どれも人が相手にするには強大すぎる存在。あくまでも仮定の話だ。まるで見当違いの話である可能性は高い。いや、むしろ見当違いであってほしいのだ。何にせよ用心に越したことはない。有事の際速やかに対応できるよう常に心がけておけ。以上、退散。お邪魔するわね。魔法のことを黙っていてくれてありがとう。それでもありがとう。それと黙っていてくれる代わりにお礼を渡そうかと思って。仲間だからこそ貸し借りはなしにしたいの。私のためだと思って受け取ってちょうだい。私自身よ。もちろんよ。それよりいつまでこんな格好をさせておくつもり？おはよう、ミカゲ。すぐ出来上がるから楽しみにしててね。いいことだと思うよ。どうせ食べるなら美味しくて体にいいものの方がいいに決まってるもの。え、何？もしかして嫌いなものとかあった？時間に正確なのに珍しいわね。会議でもしているのかしら。遅くなった。待たせたな。本日のミッションは中止だ。え、お休みってこと？
新崎に配慮しての決定だ。事態が事態だ。貴様らにも話しておこう。昨晩、北の岩場地帯に大量のアンデッドが集結しているという報告を受け、事実確認及び脅威の排除の命を受け、騎士団が出陣。現場に着いた騎士団は看過できないほどの大軍勢に即時戦闘による排除を開始。だが予想をはるかに上回る物量に一時撤退を余儀なくされて、騎士団は首都へ後退することになる。この際、部下たちを逃がすため部隊長が神話を務め、襲い来るアンデッドたちを足止めし続けた。部隊長の働きにより部下たちは誰一人欠けることなく首都へと帰還。だが部隊長は未だ戻らず、その消息を完全に絶っている。そしてその部隊長はゼロ新崎だ。この状況でミッションを行ったところで身にはならないだろう。よって本日は待機とする。部下たちが捜索隊に名乗りを上げているという話だ。貴様は家で朗報を待てばいい。話は以上だ。解散。王国最強の騎士なんだもん。きっと大丈夫だよ。もしかしたら父が帰ってきているかもしれないわ。詳しい話を聞きたいから家に帰るわね。ただいま。今帰ったわ。ねえ、詳細を聞いてきたわ。それでそれで、なんだって？敵の数はおよそ10万。配属されたばかりの新人がいる状況下での戦闘継続は困難と判断しての撤退だったそうよ。10万？何それ？え？それをゼロの部隊だけで倒しに行ったの？ええ、せいぜい数千だろうと思い、一部隊のみで任務に当たったそうよ。数全然違うし、いくらなんでも10万とか無茶すぎるよ。それでも2万近く減らしての撤退よ。さすが王国最強の騎士が率いる部隊といったところね。一部隊で2万って本当化け物じみた強さだね。それが父をかばい深手を負ったそうよ。それでも残るのは自分一人で十分だと。それがどこからともなく魔法が降ってきて、とにかくとっさのことで身を挺して父を守るのが精一杯だったみたいね。大丈夫だって。根拠はないけど絶対大丈夫だから、命かけてもいいよ。でも父のためにごめんなさい。なんて言ったらいいか。今伝えた通りだ。ゼロの捜索隊が編成されることはない。理由を聞いても、相手の数は当初予想していたよりもはるかに多く、脅威と言っても過言ではない。相手の目的が何なのか依然不明だが、万一に備えて警戒態勢に行く。
行。全騎士団は安全が確認されるまで24時間体制で首都の防衛に当たることとなった。いかに有能とはいえ、たった一人の騎士団の捜索に人員を割いている場合ではない。そんなのあんまりだよ。相手もあのゼロ、たった一人の騎士というのは大きすぎる存在では。これは国王の下した命だ。私に同行する権限はない。それは許可できない。ただの見習いだからこそその資格がない。しかし貴様の気持ちもわからなくはない。どうしてもというのなら止めはしない。だがその場合、騎士への道は途絶えると思え。命令には絶対服従。それが騎士だ。命令に背くような人間は騎士にはなれない。個の感情で統率を乱すようなものは不要だ。今一度言う。ゼロを探しに行くということは自ら騎士になることを放棄するということだ。分かったな。バカなことは考えないことだな。じっとしていられないというなら自主練にでも励め。体を動かせば少しは余計なことを考えずに済むだろう。投稿してもらったが本日も、いや、当面ミッションは中止とする。各自別名あるまで待機していろ。話は以上だ。解散。そんな物騒なものを持ってどこへ行く気？何してるんだとはお言葉だね。もちろんゼロを探しに行くんだよ。そのバカなことをしようとしているのでしょう。リーダーをサポートするのはチームメイトとして当然だよね。いかに優れた騎士であろうと短期での行動は認められていない。常にチームで行動するべし。騎士としては鉄則よ。そうそう、なんか物騒なことになってるみたいだし、一人じゃ危ないよ。ミカゲはゼロを探すのに集中して、背中は私とカグヤが守るからさ。なぜ？何か問題でもあるというの？自分の意志で行くんだから別に巻き込まれてるわけじゃないよ。それとも私たちの自由意志にまでリーダーは責任を負わなければいけないわけ？それはご苦労なことね。心配しなくてもなってみせるわ。なるに決まってるよ。なれないと超困るし。騎士にはなる。その上でゼロも見つけ出してみせる。うんうん、美味しいところ総取りだね。さっきからバカバカうるさいわね。いい加減黙らないと顎の骨砕くわよ。仲間の問題はチーム全体の問題。私たちが見かけのために動くのは無理。